ちは、今日はですね、ちょっと、トンボを捕まえました。このトンボがですね、なんと普通の塩辛トンボとかよく飛んでるトンボじゃなくてですね、はい、ちょっとご覧ください。パッと見たらですね、黄色と黒ですよね。これ実はオニヤンマに見えるかと思いますが、実は違います。オニヤンマはですね、もうちょっと体長が非常に大きいんですね。で、これはですね、この部類は大山トンボと言いまして、体長がだいたい7センチから9センチぐらいなんですね。で、これ先ほど測りましたら8センチちょいありました。で、体長はですね、こちらの顔の部分に黄色の線が2本ありますね。この2本あるのが大山トンボで、1本しかないトンボはまたこれ小山トンボというトンボもあります。その小山トンボに関してはさらに小さめ、これよりも小さいサイズということなんですね。で、あとですね、オスとメスの、違いはですね、こちらの尻尾の方ですね、ここに突起物が出ていません。ということはこちらはメスになりますね。メスになります。そしてトンボの眼球ですね、眼球なんですけども、実は、全部でこれ、ね、5つあるんですね。単眼と複眼というのがありまして、全部で5つあり、360度トンボは実は見えている状況です。ですから皆さんが、小さい時に網で後ろからそーっと捕まえようとしても、実はトンボさんは分かっているんです。ということで、今日はできましたね、元気になりましたね。で、飛んできましてさようなら、はい、また。